高橋ひかる、ハレーションラブ。主題歌うパフォーマンスに感激アンリは弾き語りで、ドラマの、世界の中に入って歌った。俳優の高橋ひかる、高イコールはしごだか、が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ、ハレーションラブ、毎週土曜51時30分の物語が第2章に入り、未だ犯人の正体が不明のまま過激さを増す中、このほど主題歌、愛を歌うアンリが撮影現場を訪問した。高橋、一ノ瀬壮、内藤理沙、真島秀和たちが拍手で出迎える中、撮影現場に登場したアンリー。今回は、ハレーションラブの主題歌を書き下ろしさせていただくことになり、すごい濃密な話だなと感じました、とドラマの感想を伝えた。続けて、自分なりに答えをこの曲の中に込めて、かっこいい仕上がりになれたんじゃないかなと思っていて、今日はギターも連れてきたので、歌わせてもらえたらなと思います。いいですか?と問いかけ、ドラマのキーアイテムとなる真っ赤な短冊が散りばめられたセットの中で、ギターの生演奏とともに、愛を披露した。キャスト陣はもちろん、スタッフたちはスタンディングオベーション。アンリも、めちゃくちゃ台本読んで書いたから、ドラマの、世界の中に入って歌った感じで、すごく楽しかったです、と高揚した表情を見せながら語り、最後まで撮影頑張ってください、とエールを送った。最後の記念撮影では、高橋と一ノ瀬が考案した、ハレラブポーズ、をアンリに伝授し、全員でポーズを披露。衝撃に次ぐ衝撃の緊迫感漂う物語とは一転し、終始和やかな空気が現場を包んだ。同作は、平和な街で亡き父が残した写真展を母と一緒に細々と営みながら、大学に通う女子大生、宮間明里、高橋、が、かつての幼馴染、藤原昴、一ノ瀬、と、謎多き男性、浅見京介、真島、と同時期に出会った頃から、街では不穏な事件が次々と起こり始め、やがて街中でひた隠しにしてきた15年前の事件の真相につながっていくというラブサスペンス。